アハマドレザ・アベドザでは、イランの元サッカー選手、現サッカー指導者、元イラン代表首相。ポジションは GK。1998FIFA ワールドカップ予選の大陸間プレイオフでメルボルンの悲劇を演出し、イラン代表を20年ぶりのワールドカップに導いた、名ゴールキーパーであり、イラン史上最高のゴールキーパーの一人とされている。タムイス・ファハーに SC で選手となった。 その後、エステグラル FC、セパファン FC を経て、ヒルズイに所属した。ヒルズイでは1996年から2000年にかけて首相を務めた。1984年、18歳の時に U-20 代表に招集された。U-20 代表で好調なパフォーマンスを見せると1987年にパルフィズデハダリ監督によって A 代表に招集された。 1987年2月27日のクウェート代表戦で初出場、1失点はしたものの2から1の勝利に終わった。1990年アジア競技大会では決勝の北朝鮮代表戦で PK を2回止めた。大会を通じて2失点しか許さなかった彼であるが、その両失点も PK であり、堅守を見せた。1998FIFA ワールドカップ予選の大陸。 プレイオフでは、オーストラリア代表との引き分けを2戦とも作り出し、イランを 1978FIFA フフワールドカップ以来のワールドカップ出場に導いた。本戦の初戦となったユーゴスラビア代表戦は怪我で、欠場したが、アメリカ合衆国代表、ドイツ代表戦では、キャプテンマークを巻いて出場した。このグループで3位という快挙を残し、グループステージ最終戦を終えて、 イラン代表のワールドカップが終わった後、代表引退を発表した。2001年には発作に苦しみ選手引退を決断した。その後闘病生活を続けているものの、今日でも副作用に苦しんでいる。2007年3月11日に母親が亡くなった時にも発作を起こした。そのような容態ではあるが、選手引退後は多数のクラブでゴールキーパーコーチを務めている。 2001年には、サイパー FC、2005年には、エステグラルアフファーズ FC、2008年から2009年に、かけてはヒルズイ、2010年には、スティールアジン FC、2011年から2012年には、アメリカのロサンゼルスブルース FC でその職務を、全うした。その後、ラーフアハーニ FC のゴールキーパーコーチとなった。その尋常ではない安定性によって、 代表のゴールを10年以上にわたって守ってきた彼はアジアの高と呼ばれている。イラン史上最高のゴールキーパーは彼かナセルヘジャジと言われるほどの評価がなされている。1988年23歳の時に結婚し、娘と息子が一人ずついる。息子のアミル・アベドザでもサッカー選手であり、ゴールキーパーである。また彼はファストフード店を経営している。 ありがとうございます。